はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、こちらですね。バシッババン、わさびのり太郎ですね。お好み焼きさん太郎、かば焼きさん太郎の、会社ですねが、作っておりますね。さあ、わさびのり太郎どうでしょうどうですかね、当たり外れが。金額はですね、ごめんなさい、もはやわからないですね。あれ切れない。100円ってことない、10円か20円ぐらいだと思いますけど。はい、おっと、結構これはいい感じの匂いだな。色はもうなんかどれもこれも同じような感じですね。こちらいただきます。うん、惜しいな。もうちょっとわさびが効いてるといいな。惜しいな。うん、ちょっともうちょっと醤油というかわさび醤油というか、そちらの味がもっと欲しかったかな。惜しい。ということで、惜しかったので、こちらは、星6つですね。はい。残念。もうちょっと欲しかった。ガツンとね。ありがとうございます。ということで、今日ご紹介したのは、わさびのり太郎でございました。ありがとうございます。